ティファニラヨシはハンガリーの画家であるブダペストでユダヤ人の家族に生まれた。父親はブダペストのカフェのオーナーだった。11歳で随膜炎のために聴力を失い、発生にも障害が現れた。ポールベルタランから始め個人授業を受けた後、ほぼ独学例を描くようになった。1906年から1910年の間は、 ハンガリーの芸術家村だったナジバーニアの夏き学校に参加し、印象派のスタイルの画家たちと活動した。パリに4ヶ月滞在し、ポール・ゴーギャンやアンリ・マチス、ポール・セザンヌの作品から影響を受けた。1909年に美術家、グループ、ミンクの展覧会に初めて作品を出展した。ティハにはベレーニやツガーニーらの若い前衛画家たち、8人の 美術家で1907年にナイルキャックというグループを作った。このグループの中ではティハにはベレーニに次いで前衛的な作品を描いたとされる。様々な芸術家グループと交流し、第一次世界大戦が終わると、ハンガリー人民共和国としての独立を支持するグループの雑誌まで活動するが、人民共和国が瓦解すると、国外に亡命しなければならなくなった。 1924年までは多くのハンガリー人移民がいたベルリンに滞在したが、1924年にパリに移り、その後はパリで活動した。パリでは国際的な芸術家の中で活動し評価されるようになった。構成主義や表現主義のスタイルでの人物画を描き、さらに作品は抽象的なものになっていった。テオファンデュースブルフやオーギュスト・エルバン、 ジャンエリオンらが創立したグループ、アプストラクシオンイコールクレアシオンのメンバーとしても、活動した。パリで募集した。ありがとうございます。